こんにちは。今日のキューピー横爺のエンスタは縄文時代のアニミズムについてやっていきたいと思います。このアニミズムの語源はですね、アニマルとイズムが合わさった言葉でできています。アニマルというのは動物っていうふうにすぐ分かると思います。イズムというのはですね、主義だったり主張という意味がイズムというふうに言われています。さて、このアニミズムという意味はですね、縄文時代には動物を崇拝する信仰が、されていきました。要は精霊ですね。霊です。で、動物には、精霊が宿っているというふうに言われていました。最近のアニミズムの文化はですね、鶏肉を食べてはいけない国だったりとか、豚肉を食べてはいけない国だったりとか、だから今にでもアニミズムっていう文化ってあるんですよね。そういったのを皆さんも見つけられるといいですね。今日のエンスタはここまでですが、次は、このアニミズムの覚え方をやっていきましょう。はい、今日のキューピー横爺のエンスタは以上です。皆さん、チャンネル登録よろしく。